It's Cat the Cat on Ashton Days, and we also have a special guest, Pudding! And today we are going to do the 10 minutes challenge. We have 10 items here that we brought back from Thailand. Thai から持ってきたアイテムで。And we're going to review them in 10 minutes. The clock has already started, so we need to be super quick and check out these items. They might be spicy and crazy. I don't know what's expecting us. Never tried any of these, so we are in for a treat in you guys, and hopefully we manage to do this in 10 minutes. So let's go! よし、じゃあ始まりましょう。はい、どうぞ、okay、どうぞ、どうぞ。じゃあスタート、こっちから。じゃあこれ、から行こう。開けますね。これ何っぽいなんだ。よいしょ。匂いは、匂い嗅いでいいですか？匂い、匂いは。え、なんか、目が三葉虫っぽいんだよね。あ、ほんとだ、なんかイカみたいな。エビ？イカ？イカかな？食べてみようか。イカかな？なんか、なんだろう、全然わかんない。No clue what this is。レイって書いてある。いただきます。うん、おいしい。うん、うん、うん。なんだろう、お父さんがおつまみに大好きな味。そんな感じ。ちょっと酸っぱいし。なんか日本人に受けそうな味だと思う。海外の人逆に、あの、魚の匂い嫌がってる人多いから。なんかすっごい魚の匂いするから。あ、でも、じゃがいもの味がすごいくる。あ、あとにね。うん、おいしい。この、おいしい、これが気になってて。このなんか燃えてるポテトと、寿司？寿司。そうそうそう、これはショックって言うんだけど。ショック？ショックは、どっちに味が入ってくるのわかんないやつらしいので、もしかしてすごい辛いポテトチップスになる、もしかして美味しい寿司味のポテトチップスが入るかもしれないから、うん、どっちになるの全然わかんない。これ私最初に食べて、うんうん、反応でどっちか当ててみて。オッケー、それしよう。いくよ。いただきます。これはこ、あー、わかんない、わかんない、わかんない。あ、辛いだ、辛いだ、辛いのが来た。スパイシーが違う、違うの、聞いて。え、わさびなの。わさび、わさびが強いのかな。あー、じゃあわさび味だったのね。なんか、うおこれ見た目で全くわかんない。なんか海苔塩ポテトチップスなんだよね。海苔っぽいね。普通に、あ、鼻ポーってくるじゃん。普通にピリピリ。あ、でもそんな強くない。そう、意外と行きやすい感じ。じゃあ辛いのがないのかな。多分これだな。あ、あ、違う、今味違う、同じ、うん、同じ、同じ。あ、じゃあその後でピリ辛かな。そっか、混ざってると思ってた。あー、なんか唇が出て出て出て、やばー、謎だったね、これね。でも美味しい、意外と食べやすい。この2つ意外と行きやすいね。うんうんうん。あとこれ、次のいっちゃっていいですか。わさびの味が結構残っちゃう。はい、意外とわさびだった。カラムーチョ。カラムーチョは日本にもあるやつですね。そう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 。なんか辛いムーチョですね。カラムーチョのタイ版なので、カラムーチョ私すっごい辛いと思ったら辛くなかったので、こっちは辛いかどうかわかんないので、食べて、食べてみよう。どうなるんだろうね。あ、よかった。さっきのショックはそんなにショックじゃなかったので、ちょっと待って。うわ、飛んできた。匂い同じ？うん、そんなに強くはない。いただきまーす。日本のカラムチョ？うん、普通。あ、辛いね。辛いね。うん、あ、日本よりちょっと辛い。あ、あ、辛い。これ、やばい。あ、あ、あ、辛い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 。ちょっと空気ください。うん。監督もテストしてる。でもビリ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 って感じ。めっちゃビリビリ。あの、カラムチョより絶対辛い、普通の。でも私好きな辛さです。おー。うん。ああ。飲み物がないと死んじゃう。あ、時間、時間。うん。次は豆？豆かな？ビーンズですね。ビーンズみたいな絵が載ってます。見えますかね？後ろになんか笑った唐辛子がいるんですよ。あ、やばい、怖い怖い怖い。いいイメージないって絶対これ。あー、やだやだ、怖い怖い。いきますか。はい。だってカラムーチョの辛さまだ残ってるんだけど。ああ、やばく、待って、やばくない？なんか無視的な何か。これやばくない？見た目的にちょっとやばいけど。なんかせーので食べてみようよ。ああ、オッケーオッケーオッケー。せーの。あ、でも、うわ、あ、なんかさっきのカラムーチョの辛さが残ってて、どっちの辛さなのかもわからなかったけど。いや、なんかこれの方が絶対やばい。喉がめっちゃ痛い。あー、痛いかも。うん、あはははは。何これ、めっちゃ辛い。まだ辛くなる。マヨネーズ欲しい。マヨネーズ、マヨネーズない。マヨネーズ欲しい。マヨネーズ辛い。はい、次。これはもうポテト、ポテトトメイド、トメイド。
トみたいな。なんだろう、あ、え、なんかプリンちゃんの手の方が強い。あ、辛い。小分けよ。辛さがまだ残ってる。あ、辛い。辛い。辛いよね。開けない。どうしよう。頑張る。時間が。時間。あ、これまた形違う。なんか違うね。なんかスクエアみたいな。赤いのちょっと怖くなってきたんだけど、大丈夫かな。でも、せーの。あ、おいしい。おー、よかった。辛くなってよかった。大好きなやつ、なんか3歳ぐらいの時に食べて、ふんわりした気持ちになった、チップスの味がする。なんかもうパスタにありそうな。うん。めっちゃイタリアンな感じ。次は名前は弁当。なわけないでしょ。何考えてんの。ランチボックスだよ。なんか漢字も載ってるんだけど意味がある。ゾウミくん。だからこれ中国語だね。わかるか。まあ、こっちが弁当が載って、もう弁当、何弁当なんだろう。えっと、4分の、これ4分か。よし。あ、え、これが、え、めっちゃ魚の匂いがやばいね。これもしかしてタコ。うん、タコっぽい。おつまみ的な感じかな。くっついてますけどね。え、か、え、え、なんかピリョン。きた。せーの。うん、マヨネーズ持ってきて。あの、これまだ辛いけど。辛い。うん、胡椒の辛さかも。これ辛いよ。涙が出てきた。辛いね。あ、これ残る辛さだ。なるな。辛い。すごいわ。涙が。デコラってね。ここ熱いのよ。熱い。ここ今ね、汗だらだらが出てる。ここの下に隠して。気持ち悪い。熱い。辛い、辛い。辛いなこれ。やばい、汗かいてきた。残り3分。残り3分。ねえ、ほら。はい、次は。幸せ、幸せ。ラープ、ラープ、ラープ。何やラブって。ラブって何だろう。な、何かタイの料理の味かな。3分、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 頑張ろう、頑張ろう。プリッツだ。はい、いただきます。よし、ラップ、いただき。なんかスープ的な。んなんかいろいろハーブが入ってそう。あ、また辛いよ。もうダメだ。あはは、辛いよこれ。もう味が認識できなくなってきました。なんか辛いとハーブと、辛いとハーブと、まあ、なんかまさにイメージ的な、もう見ちゃったから、うん、このなんかイメージ的な、あ、もうスパイシーですごく美味しい。次はトミヤン。有名なタイの、タイの料理のトミヤン。トミヤムくん。トミヤムくん。あー、大好き。じゃあいただきます。大丈夫かも。トミヤン。あ、美味しい。すごいレモンが強い。うん、本当だ。すごいいい香り、ね、酸味の効いたいい香り、ね、わあ、めっちゃめっちゃなんかパクチーレモン的な味が強い、うん、おいしい。大変な味しないね。やっぱめっちゃトミヤン食べてるような。うん、いや、そろそろやったー。いきました。お猿さんのバナナ、大きいだ。しかも聞いた、後ろに日本語でチョコバナナって書いてあるの。ほんとだ。やったー、チョコバナナ大好き。よし、チョコバナナ行こう。シャキン。あ、かわいい。よし、これこそ今流行りのインスタ映えじゃないですか。インスタ映え。いただきます。いただきましょう。うーん、幸せ。うん、辛いの後にそれ最高、最高、最高、最高。うまー。ラスト1本マンゴー。うん、あとどれぐらいかな。マンゴーってタイ有名ですもんね。そう、マンゴー、タイのマンゴーものすっごく美味しかったです。本当食べてみたい。なっちゃった。いただきます。あ、これも可愛い。よし、なんかもう同化しててどこがチョコなのかもわかんなかったよね。あ、匂い、匂い、嗅いでみ。めっちゃ強い。めっちゃマンゴー。あー、いい。なんか匂いはすっごいガッツリフルーツって感じだけど、マンゴー食べちゃうとなんかね、ミルク感あるからすごい美味しい。今のさっきの辛さが全部そのチョコの力で溶けちゃった。ちょっと遊んでみてもいい。プリンちゃんと一緒にインタビューも撮ってるので、ぜひ見てみてあげてください。で、このアイテム気になる、どのアイテムが一番気になるを中のコメントで入れてください。 Guys, don't forget to comment which item you thought was the most interesting one out of all of these、which of these items you'd like to try or which of these items you've maybe seen before. Looking forward to finding out. We've also done more videos together with Pudding-chan, so be sure to check them out. They are in the links. And we have done our 10-minute video challenges, so those ones are related. You might want to go and check them out. And we managed to do it in 10 minutes! 10分間に合った! 間に合った! 10 items in 10!